ダイオウイカアーカトゥーサスダックスの食腕。食腕は、イカ類の実が持つ、伸縮自在で、餌を捕獲するための特殊な腕であり、左右の、第三腕と第四腕の間から伸びる。タコの触手が8本であるのに対し、イカが10本なのはこの腕の有無による。カナダマツイカエレクスイリサブロススの食腕。食腕は普通、他の腕よりも長く、獲物を捕らえる役割を持つ。また、 これを切り離して逃げることもある。目の下にあり、第三腕と第四腕の間に開口する、ポケット中に、触腕は折りたたまれる。高イカ類の触腕は、完全に、ポケットの中に収めることができ、外からは見えないこともある。筒つイカ類では、完全には収納できず、常時出ているが、腕と同調程度に収縮させている。食は、先端部が広くなり、その部分だけに盤があるが、 この部分を食腕手のひら部、または食腕とテン天竹ルクラブという。また、それをつなぐ伸縮自在の部分を食腕柄と呼び、しばしば吸盤を書く。タコの吸盤と違い、イカ類の吸盤は基部が柄のように細くなっており、吸盤の内部には角質感と呼ばれる硬い有機質のリングがある。食腕手のひら部に沿って1、 または二の筋肉質の膜が広がったキールを持つ者も,もいる。先端部のものは半口ひだ、寄部のものは寄部ひだと呼ばれる。イカタコの吸盤と高位カルイの触腕手のひら部。高位カルイの吸盤では、触腕手のひら部の吸盤が微小灯台なものと、顕著に不等大なものが見られ、分類形質として用いられる。普通触腕は他の腕より長いが、 トサウデボソコウイカセピアサブテンイプスオクタニアンド、ホリカワ、1987の成熟優では、第一腕の方が食腕より長く伸びる。食腕を持たないタコイカゴネタアプシスボレアリス、アブレイリアプシスモリシーの食腕、中央部の吸盤は針に変化している。海岸類では、食腕手のひら部の吸盤に機能による、形態文化が見られ、基部、手のひら部及び先端部の三群に分かれる。 基部にある小さな吸盤はカーペルサカーズと呼ばれ、反対側の触腕手の平部の中央部のカーペルナブスにひっつき、触腕手の平部を固定する。カーペルサカーズとカーペルナブスの明瞭な塊をカーペルクラスターカーペルパッドと呼び、固着器を持つことがあり、これは発生学的には吸盤に由来する。先端部は触腕の最も遠位端にあり、 吸盤のサイズが減少することで特徴を付けられる。幽霊イカカイラトゥーシースピカテティジョービン1894の食腕柄は紐のように細長く大きな発光器が十数個ついている。食腕手の平部には吸盤がびっしりと並び、その先端には大きい発光器がある。これは夕方や疑似餌の役割をしているとも考えられている。 ヤつでイカカに属する種を呼びてカギイカカのタコイカ、ゴネタアプシスボレアリスササキ、1920は、成長に伴って両方の食案が失われ、イカ類でありながら八本腕となる。ありがとうございます。